本日は12月25日、主の降誕中のミサです。本日の儀式は白浜司教様です。お立ちください。入祭の歌、
主の降誕をおめでとうございます。私たちのうちにお生まれになった救い主の命が私たち一人一人の中で大きく成長し、世界を平和にしていく力となっていくことができるよう、この御座の中で共に祈りを捧げていきたいと思います。皆さん、いただいた恵みを私たちが無駄にすることなく、聖母マリアのようにイエス様を大事に育んでいく人となることができますように、共に祈りましょう。それでは皆さん、救い主を心にいただいた喜びを味わいながら、私たち一人一人がイエス様とどのような関わりを持って生きているかを振り返りましょう。全能の神と全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。Thank you.
永遠の父よ、あなたは人間を優れたものとして救い、救いの技を通してさらに優れたものにしてくださいました。神の一人子が人となられたことによって、私たちに神の命が与えられますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、イザヤの予言、いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられた、と、シオンに向かって呼ばわる、その声に、あなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ、共に喜び歌え。エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる身腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。神の御言葉。Thank you.
神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の創造者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。むしろ神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。神の御言葉。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民の心へ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。キリストに賛美。どうぞおかけください。皆さん、今読まれた朗読の中の中の第2朗読、ヘブライ人への手紙の冒頭に次のような御言葉がありました。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたという御言葉です。皆さん、ルイズ・カッセルズという方が書いたあるクリスマスの出来事というストーリーをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。次のような内容の物語です。年老いた農夫のクリスマスイブの体験です。この農夫は幼い頃に洗礼を受けていましたが、成長して無神論の哲学に浸透し、教会から長く離れていました。もう80歳を超えようとしているこの弱いにあって、教会に行っていませんでした。クリスマスの夜、教会の鐘が鳴り始めていました。この年老いた農夫の家が町外れにありましたけれども、教会の鐘が聞こえていました。その時にこの年老いた老人は次のように考えていました。神が人間となった、そんなバカなことがあるか、こう思いながら、キリスト信者は意味もないミサを捧げている。そして寒かったので暖炉の方に身を寄せて本を読んでいました。うとうとしながら時間が過ぎていきましたけれども、窓辺に何か物音が聞こえてきました。何の音だろうかと思って立ち上がり、窓辺に行ったところ、そこには小鳥の姿が見えました。
天気が悪くなって小鳥が明かりをつけているおじいさんの家にめがけて来ていました。一応やりますと思っていたところ、まだまだ後から小鳥たちが窓辺に来るのを見て、おじいさんはびっくりしました。この小鳥たちが窓ガラスにぶち当たって怪我をして軒下に落ちていく光景を目にしました。おじいさんは心の優しい人で、すぐに玄関から出て小鳥たちを助けようと必死に叫びました。こっちに来てはいけない、そして家のすぐ横にあった納屋のところに走りました。納屋の戸をいっぱいいっぱいに開けて、そしてその中に蓄えてある藁の方へ小鳥たちを導こうとして叫びました。今度は叫び声と一緒に手振りを入れて、こっちへ来い、こっちへ来て休めと大きな声で叫びました。しかしおじいさんの声が、おじいさんの言葉が小鳥たちには通じませんでした。そうこうするうちに軒下に20羽、30羽微笑んでいく小鳥たちの姿がありました。その時おじいさんはふと考えました。私は一生懸命小鳥たちを救おうとして語りかけていたけれども無駄だった、自分にはできなかった、もしこの小鳥たちを助けようとすれば方法は一つしかない、それは自分が小鳥になって小鳥の言葉を話すということだ、そうしなければ道に迷って地上に降りてくるこの小鳥たちが助かる方法はなかった、このように思っていた時にクリスマスのミサの終わりの鐘が聞こえてきたそうです。その時におじいさんはハッとしました。神が人間となった、神様が存在し人間を愛しているならば、神が人間となってくださるのは当たり前ではないか、それは今自分が体験していたことに基づいています。自分は道に迷って家の明かりの方に降りてきてガラスにぶち当たっていく小鳥たちを助けることができなかった、この小鳥たちを助けようとする方法はただ一つ、自分が小鳥になって小鳥の言葉を話すしかない、このことを思っていたおじいさんは、人間がこの地上でどのように生きていけばいいのか、人間とは何か、人間はどこに向かっているのか、迷える闇の中にある人間を導くために、神が人間と同じ言葉を話すために人間となるということは当たり前のことではないか、そう思ったときにおじいさんの目には涙が溢れていました。そして教会の方を向きながら雪の上に膝をついて十字架の印をしながら
自分の受けていた洗礼の恵みを神に感謝しました。今日のヨハネ福音書の中に次のように言われていました。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。皆さん、言葉と言われている救い主を誰よりも先に受け入れた人は、お告げの時のマリア様ではないかと思います。主の降誕をお祝いしている私たちは、今一度マリア様の心でイエス様を迎え、育てていく決意を新たにしていきたいと思います。先日、中国新聞の広場という読者欄に領導していたら、手探り育児、母に感謝という投稿がありました。28歳の若い主婦の方の記事です。次のような内容です。息子を出産して1年3ヶ月が過ぎた。この間は私にとっては試練の連続だった。息子が生まれた時、私は嬉しいという気持ちよりも、これからこの子を育てていけるのかという不安の方が大きかった。不安を抱えたまま悩んだり嫌になったりして投げ出したりしたこともあった。だが母親は私しかいない、産んだからには責任がある、息子が20歳になるまでは母親として育てなくてはと思い、子育てを毎日必死でやってきた。しかし子育ては一人でやってきたわけではない。いつも私の話を聞いてくれる夫、実家の家族、時には助けてくださったたくさんの人たち、私と息子が出会った全ての人々に心から感謝している。いつか私と同じように息子が親になった時、お母さんは毎日必死だったんだな、手探りながらも一生懸命私を育てるために頑張っていたんだなと少しでも思ってくれたら嬉しい。この記事の中で私は特に次の箇所に心を打たれました。これからこの子を育てていけるのかという不安の方が大きかった。不安を抱えたまま悩んだり嫌になって投げ出したりしたこともあった。だが母親は私しかいない、産んだからには責任がある、母親は私しかいない、洗礼と献身の恵みをいただいた私たち一人一人の聖霊の恵みによって神の子をいただく、その恵みを受けました。そしてこれから聖体配慮によってイエス様を心に宿します。
聖霊によって身ごもったマリア様、また自分の手に幼子イエス様を抱いたマリア様と全く同じような恵みを私たちもいただいていきます。改めて私たちが御言葉として、そして御先代の命としてイエス様を預かるということを今日確認したいと思います。皆さんの中にイエス様がお生まれになりました。皆さんの中でイエス様は成長したい、大きくなりたいと願っています。そして皆さんを通して世界に神の存在を告げ知らせ、その慈しみを表すために皆さんを通して働きたいと願っています。御座に預かることは御言葉をいただいたマリア様と似ています。聖霊の礼をすることは我が子を腕に抱いたマリア様と似ています。御言葉を受けイエス様の命をいただいたマリア様は御言葉を思い巡らしながら生活の中で御言葉が実現していく、そのために沈黙のうちに忍耐を持ってイエス様の成長を見守り、イエス様を助けました。どうぞ皆さん、私たちも改めてクリスマスを祝っている今、ヨハネ福音書の御言葉は自分の民のところに来たが民は受け入れなかった、その言葉の反省をもとにしながら、イエス様どうぞ私の中で大きくなってください、私を使ってあなたが望まれることを行ってください、このような気持ちを持ってイエス様の命を確かに預かります。母親は私しかいない、私の中でイエス様が成長するために私が育てなければいけない、このような決意を持ってイエス様の命を預かっていくことができるように、この御座の中で共に祈りましょう。御子の命をいただいた私たちが神の家族としてこの命を育んでいく決意を新たにしながら信仰宣言をいたしましょう。天使の創造中私たちのもとに来られた救い主を称えて祈りましょう。すべての人の救いの恵みである幼子イエスを迎え、私たちがこの喜びを現代の人々に力強く告げ知らせていくことができますように。
と全てのものの調和を目指すことができますように。
皆さん、この捧げ物を全能の父である神が受け入れてくださるように祈りましょう。恵み豊かな神よ、主の降誕を祝い、この供え物を捧げて祈ります。私たちに許しと平和が与えられ、あなたに完全な礼拝が捧げられますように、私たちの主イエス・キリストによって、主は皆さんと共に、心を込めて神を仰ぎ、神と感謝を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、まことに尊い大切な務めです。人となられた御言葉の神秘によって、私たちの心の目にあなたの栄光の光が注がれ、見えるものとなられた神を認めることによって、見えないものへの愛に強く惹かれます。神の意向をあがめ、天皇を敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。
全ての困難に打ち勝つことができますように。
私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を顧みに、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。主の平和がいつも皆さんと共に。ご交談の喜びをもって互いに平和の挨拶を交わしましょう。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは永Thank you.
拝領の歌。Thank you.
感謝のうちに祈りましょう。お待ちください。慈しみ深い父よ、奇跡に強められた私たちの祈りを聞き入れてください。今日世にお生まれになった救い主が私たちを神の子供とし、不滅の命に預からせてくださいますように。私たちの主イエス・キリストによって、主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の平和のうちに、神に感謝。平和の歌。